サンキュー、手塚です。井上くんです。今日もよろしくお願いします。はい、いよいよ、日本大道芸フェスティバル、愛知県に出発直前ということで、ごめんなさい、リアル準備です。すいません、リアル準備。プラス、YouTube も投稿したいということで、欲張ってちょっと一緒にやってみます。どんなことになるかわかんないんですけども、お付き合いください。すみません、よろしくお願いします。お付き合いくださいというか、付き合わなくていいかもしれないです。とにかく今回言いたいことが、まず日本大道芸フェスティバル来てくださいねということと、あとお礼を、11月10日に僕は誕生日で、はい、で SNS なんかにたくさんのメッセージありがとうございます。一応皆さんに一言ずつお返しさせていただきましたけど、抜けてたら言ってくださいね。で、あといろいろ送っていただきまして、このおしゃれなシャツ、あ、これはね、以前名古屋のお客さんからいただいたもので、そう、今回ごめんなさい、出番ないと思いますけど、ちょっとね、このいただいたおしゃれなシャツがすごくアンダーシャツっぽくも見えるじゃないですか。はい、おしゃれなんですけど、ということでこれ合わせてみました。はい、ありがとうございます。すごいこんな感じでね、さあ、まあこんなとこですね、今回本当に。なので、もうここで終わってもらっても全然構いません。この後僕は本当にリアルな準備をしながら、まあ何かしらお話をしていこうと思います。まあね、お話しすることといったら、まあいろいろ、まああるっちゃあるないんじゃないんですけど、まあね、でもね、今僕ちょっと興奮してまして。というのは、11月8日、先週日曜日、すごいものを目撃してしまいました。すごいものっていうか野球の試合です。はい、11月8日の早慶戦、30年ぶりに早慶戦を見ました。本当は11月8日7日8日ってね、いつも厚木国際大道芸 の日なんですけども、今年はないもんですから、まあのんきにネタ作りをうちでやってようかなと思っていたところ、先輩からですね、高校の先輩、そして大学の先輩、かつ高校の野球部の同じポジションの先輩、そんな先輩からお誘いいただきまして、あ、これはね、ちょっと行きたいな、まあ、野球よりも実際その先輩に、会う方がちょっと目的というか、はい、野球もうまい、野球のキャプテンですから、我々の一個上の代ので一個上の代はね、抹消学園に延長戦するぐらいの相当強いチームだったんです。で、その先輩はその、まあ、大学はすんなり入って、で、その業界では有名な会社の社長ですよ。40歳にして、はい、もう10年ぐらい経ってるのかな。そんな方なので、何かいい運が僕にもいただけるかなと思って、ちょっとお会いしたいなと思って行ったところ、もうとんでもない試合でした。その早慶戦が、30年ぶりの早慶戦、はい、僕らの頃、早慶戦っていうと、やっぱ春はですね、すごい新入生の勧誘のどのサークルも早慶戦にみんなで行って盛り上がろうってことで、すごいんですよ、一大イベント、早慶、早稲田慶応の学生は。で、そこに行くと、もうね、満、超満員、あんな神宮球場見たことないぞという、超満員の神宮球場、巨人ヤクルトでもあんな、絶対ないだろう。前日からほら場所取りでも並ぶんですよ。で、前日でね、もう場所取りの間中に飲んだり麻雀したり、でも野球始まる頃にはもう寝てるみたいなね、そんな人いっぱいいました。あと麻雀続けてるとかね、あとタッチアップって何ですかみたいな、全然野球のことかん分かんない、興味のない女子大生がいっぱいいたりとか、選手に大注目なんですよ。というのは早稲田大学のエースが早川投手といって、ドラ1、ドラフト第1位で 4球団競合で、結局は楽天に行くんですけども、その早川投手が前日11月7日の第1戦で、さらに
木澤投手といったの慶応ですね、金谷慶応は木澤投手もですね、ヤクルトの第一ですよ、ドラフト第一。その木澤投手との投げ合いで、でいい試合だったんですけども、第1戦早稲田がですね、2年生の蛭間選手という、この蛭間選手がキーポイントなんですよ。蛭間選手の勝ち越しツーランで、第1戦早稲田が勝っている戦です。で優勝決定戦、勝った方が優勝です。もうね、球場がね、もう場内ね、緊張感もうみなぎって、あ、早慶戦すごいな。我々はね、もうチャラチャラした早慶戦でしたけど、まあね、これはもうものすごい試合になるんだろうと思って、あ、完成しました。はい、そうで、第2戦だと大体2番手が投げて、打ち合いになるって結構多いんですけど、で、8回に、慶応が、はい、満を持して前日登板したエース木澤投手を最後、これは大体、まあ、上等手段ですけど、エースを最後に投げさせる。片や1点差まだわからないぞ、はい、早稲田大学も早川投手の投入。さあ、ツーアウトになってこれで負けちゃうかなと思ったら、1年生東邦高校から、はい、東邦高校時代は甲子園で鳴らしました久保田選手が、はい、なんと、ヒットですね。木澤投手の外角のストレートをうまく流して、ヒット出塁。もしかして望みがつながったというのは、さっき言った蛭間選手、はい、前日に勝ち越しツーランを打った蛭間選手が、はい、次のバッターですよ。もしやその前日の再現になるか、ホームランを打てば逆転ですからね。どうかなと思ったら、これはね、よもやの展開です。どういうことかというと、慶応ベンチから、はい、背番号30といったら監督です、監督堀井監督登場。ざわざわざわですよ。え、まさかまさか。そうです、マウンドにございます。はい、ピッチャー交代。木澤投手は同意投手じゃないんだ。そのまたセットアッパーでもう一人は、ね、名前投手といって、これ慶応技術副高校から慶応大学の、これも甲子園のスターですね。これはもしかして流れ変わるかなっていう、ちょっとざわざわ。そしたらですね、一球目に真ん中に入ったカーブを、はい、蛭間選手見逃さない、マシンで捉えてバックスクリーンの、はい、大逆転。もうね、慶応はもう、もう勝ったかな、あと1球じゃないけど、あと1人じゃないけど、そんなムード、大逆転ですよ。で、その裏も早稲田が早川投手を抑えて、早稲田優勝なんですけど、こんなことあるんですかね、それで興奮冷めらぬ、テレビではそういう試合は見たことあるんですけど、その生でそういう試合って、これ、初めてですからね、それでずっと興奮しております。この興奮を日本大道芸にも、持っていきたいと思います。すいません、やっぱり手が止まってしまいました。はい、すいません、ちょっとまた最後に入るので、ね、じゃあまた日本大道芸でお会いしましょう。ではでは。